こんにちは、春風ツアーです。ポーランド旅行今日の1枚、今回はポズナンです。ポーランドはヨーロッパの中央からやや東寄り、この赤い六角形の場所にあります。そしてポズナンという町はポーランドではかなり西側に位置している町です。東側の赤い丸は首都ワルシャワです。今回の今日の1枚、ポズナンの今日の1枚は聖ペテロ聖パウロ大聖堂その1です。聖ペテロ聖パウロ大聖堂は実際にはポズナン大聖堂という、愛称と申しますか、そういう名前で呼ばれることが多いです。もともとは10世紀頃に建てられた非常に古い、ポーランドでもかなり古い教会です。10世紀頃というのは当時のミコワイ王様がこのポーランドという国を建国した国です。建国した時期になるのですが、よく言われるのがポズナンが最初の首都と言われますが、それは違います。このすぐ近くにあるグズニエノという町が実際の首都です。ポーランドはその隣にあった大きな商業都市だったわけですが、そこに10世紀頃建てられたのがこの聖ペテロ聖パウロ大聖堂、ポズナン大聖堂です。しかしながらこの大聖堂も第二次世界大戦の時に壊滅的に破壊されてしまいましたので、現在は14世紀頃のゴシックスタイルに基づいて再建されたものになっています。こちらは大聖堂の後ろ側から見たシルエットです。今回の今日の一枚は失礼しました今回の今日の一枚はポズナン大聖堂聖ペテロ聖パウロ大聖堂をご紹介いたしました。ご興味がございましたらご連絡ください。私どもがご案内いたします。ありがとうございました。